で、こうして三角形ですね。うん、普通にしておいても大丈夫ですね。ちょっとね、目がシュッと起き上がってください。この方が楽だし、やりやすいですね、自分も。真上に来るので。で、この時に、肩の、上腕二頭筋のきしぼ、上腕三頭筋のきしぼ、両方ともこう伏せますね。ここもツボがあります。肩宮と肩梁とツボがありますね。ここにグーッと。三角筋も一緒にほぐします。腕の筋肉もやりますね。でここで鎖骨のまた上のところもこうやりやすいのをこうやってみてですね、うん、ここも並んでますからね、こうして僧帽筋の低脂肪が、ここに並んでて、で強さ乳突筋と強さ乳突筋の低脂肪部分がここと、で胸骨の方にもありますね、うん、でそこをこう、ね、で鎖骨の上をこうね指を置いてあげる感じでいいんですよ、うん、これだけで効いてますから、力は見えません。で、やったら今度鎖骨の今度下のライン。ここは鎖骨下筋って言って、こうついてて腕についてる筋肉がありますね。ちょっと地味な筋肉なんです、うん、なんですけど、結構ね、縮んで凝ってる人が多いですね、うん。だからここも当てて、スーッてやってあげるだけで結構気持ちいいですね、こうして、うん。あと圧迫でもいいですね、こう。うん、圧迫してあげる。動かすと筋肉自体も捉えられますけどね。筋肉のレッドラインに対してグランドラインと、これですね、うんうん、これです。前ぐりぐりやると痛いので、こうね、かけて外の方に起死から停止にかけてやってあげると、うん、今度はこのこの辺り、胸筋の停止部分の辺りの腱をこうしてあげます。ぐりぐりしてますよね、これ、うん、で胸筋この辺にもついてますからね、この辺もやっておりますので、うん、なのでやりのちょっと持ち上げて上腕二頭筋ハーフで上がらせると、あと今度後ろもやってあげると、今度腕に行きます。少し曲げてあげて、うん、肘のこのジョイントのすぐ両方のここにシャクタクというツボがあるので、ここもグーッと効かせてあげます。圧を入れてグラウンドを取る、うん、当たりましたね、グーッと、この瞬間効いてますよね。親指を上にした状態、これが解剖学でいうニュートラルポジションになるので、そうするとここにずっと自分の目の前に効かせポイントが現れてきます。そこに指を当ててグラウンドラインを取ると、そうすると効かせどころが出てきますね、うん、効かせポイントがこう出てくる。一番筋腹の高いところ、ここに交差してツボがありますね。ここもこう効かせますから、ぐーっと。ずーっとやってたら、もう何でも、何でもいいな。ここ。ちょうどね、筋になってるところがあるんですね。この。収まるとこのラインをやっていくようになります。ここの途中にね、手三里っていうね、手の三里がありますね。よく聞きますよね、 手の三里、うん、足の三里みたいなね、胃の調子が悪い時は足の三里を指圧して、胃酸過多でちょっと更新している時というか、胃のね活発すぎる時は手三里を刺激して抑えてあげるみたいなね、その働きありますよね。両方とも胃に関係すると、うん、ここにありますよね、足さん、うん、でこの表側やって、今度裏側、はい、後ろ、手後ろにして、ここの筋肉、手を握るときに使う筋肉ここにありますよね、内側の、そこをこうやって、筋肉はこの腕の手首から真ん中ぐらいまでしかないです、上位ここで。あとここから急に腱になりますので、指が曲がり出すと、ね、腱を抑えられるので調整です。ここではね、筋肉、指曲がらないでしょ、筋肉、うん、腱になった瞬間から曲がり始めますね。ここが気持ちいいですよ、腱の部分でね、うん、ここもね、ランダムにこうやってね、
やってもらうだけでもいいですよ。